ミント損かもしれんで、いろいろさらっちゃきね。高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやっさん、どうだ龍馬、傷にしみるかもしれんが、数年ぶりに飲まないか。しかしせっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ性根は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり上司と喧嘩とは、まったく相変わらずだ、お前さんは。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かったが、土佐の階級意識の強さは異常だ。どうやら修行の成果はあったようだな。しかし、あんなことをして大丈夫だったのか。お前を逃がしたことか。おやっさんは土佐の賛成なんだろう。それが勝手に罪人を逃したと知れりゃ、下から足を引っ張る連中も出てくる。土佐のお偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札合子だ。面倒を起こしはしない。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまりわしとお前の間の身分だ。何かあればすぐ合子に格を落とされる。それがあの老番の最も恐れる事態だ。そうやって権力にこびるようなやつは大した度胸もねえさ。そういうもんか。ああ、お前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえるやつの方がよっぽど怖い。国を預かる賛成としてはな。しかしこの場所も古くなっちまったな。ああ、だが俺にとっては自分の家も同然だ。思い出すな、もう10年以上経つか。ああ。上司に身内を殺され、行く当てを失った子供たち、お前もその一人だった。わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。藩には内緒でな。俺は今でも不思議に思う。どうしておやっさんは上司でありながらあんなことをしたんだ。さあどうしてだろうな。だが一つ言えるのは、わしは父さんが大嫌いだってことだ。嫌い。ああ、父さんは階級が絶対的な国だ。武士だけでも上司、白札合子、そして合子の3階級が存在する。土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、身分の壁を作ることによって藩の秩序を守ってきた。
だが本来武士も農民も商人も女も子供も全ては同じ人間、差なんてねえんだ。ああ、だからわしはそんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った。土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ、階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれない。わしはな、リョーマ、土佐を変えられる人間ってな、土佐を誰よりも愛し、土佐を誰よりも憎んでいるやつだと思うんだ。お前は15年前、上司に家を焼かれ、実の親兄弟を失った。お前は土佐を変えたいと願っているはずだ。おやさん。じゃあどうしておやさんは藩の仕事をしているんだ。藩の賛成ってのは土佐の階級制度を守る立場なんじゃねえのか。そうだ、わしは土佐で最も身分や階級といった規律を重んじる男だ。表向きにはな。龍馬、竹地にはもう会ったか。兄弟に、いや、まだだか。お前が留守にしている間、あいつには重大な仕事をしてもらった。仕事？ああ、土佐勤王党という…組織を作らせた。土佐勤王党。今の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に500名。名目上勤王党。歌っているが、その思いは一つ。土佐の身分制度の崩壊が目的の集団だ。それじゃ、勤王党の敵は土佐藩ということか。わしはな、龍馬、その勤王党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる。壊す？そうだ、わしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人、竹地半平太、坂本龍馬の手によってな。龍馬、竹地に会いに行け。そして土佐勤王党に入るんだ。とにかく詳しい話は竹地にあって
直接聞いてくれ。わしはそろそろ城へ戻らねばならん。今兄弟はどこにいるんだ。町で土佐勤王党の武士といえば知らない奴はいない。だがすんなり会えるかは。わからんがな。道を開けろ。あてはみんなが幸せに暮らせる日が待ち遠しいです。東洋様はええお方じゃん。安いで安いで。こんにちは。さあどうやの。どうも。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、酒持ってきてや。また今度。気軽に。
お嫁入りしたいわ。また顔出してや、寄っていけや。構え！てぇ！ん？やっと戻ってきやがった。龍馬。武市先生、もしかしてこん人が？ああ、以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟分であり、土佐最強の剣士、坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。ん？お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやっさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ？筆頭？ほいたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか？おい、見たか？俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。いい起爆剤になったろうぜ。高三の連中からはあまりよく思われないだろうな。いいんだよ、それぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。おお、これか。いや、痛みはねえさ。まあ、あとだけは派手に残っちまってるかな。すまねえ、兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れよったって忘れられねえか。上司による焼き落ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら、俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど、本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだ。だろう？ああ。
龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の天守高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。城を包囲して勤王党の覚悟が藩の上層部に伝わればいい。その上でおやっさんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒めば、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に勤王党が座るのか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はかさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒療治が必要ってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊洋のおやつさんは剣後四塾を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前には剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ。きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いや、それは勤王党の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければうまくならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしている。だがたとえそれが実現したとしても、人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁がなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。兄弟、お前も持っといてくれ。勤王党の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王党を俺と一緒に支えてくれ。頼む。ああ、分かった。そうか。よし。実はな、
今晩高知城で東洋のおやっさんと今後の話をすることになってるんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なんか。なーに、高知城まで行けばおやっさんの禁止が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前が表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。どうも、寄っていくかい。今日はいらっしゃいませ。いい味だ。ありがとうございました。寄って行きや。ほいたらまた。大丈夫。俺に何か言おうか。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は土佐勤王と岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武津先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたらいぞ、おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんがぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。一刀言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったね伊蔵。江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。
偽造とか言ったな。お前は確かに強い。だが人が斬りたくて金の塔にいるんだったら今すぐ抜けるんだな。竹地の兄弟が作った金の塔はそういう組織じゃねえ。塔内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。世話かけたな。見てたのか。ああ、一年前より確実に強くなってるな、お前。たく、どうなってんだあの連中は。金の塔の名が泣くぜ。あれが土佐豪士の現実なんだよ。現実？豪士という身分が理由でろくな教育も受けられない。まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって金の塔は唯一の希望であり誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺を厄介だってわけか。許してやってくれ。彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあそのためにもさっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も金の塔もそして俺もまだまだ半端もんだってことだ。よし、それじゃあおやっさんのところに行こう。お前の準備はいいか。ああ、行こう。城へは俺が案内しよう。ついてきてくれ。江戸での修行はどうだった。ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。それにしてもお前さらに強くなったんじゃねえか。その腕なあ。子供の頃雨の日に鏡川で泳いだの覚えてるか。あの時お前ふんどし流されて大変なことになってたよな。懐かしいな。そういやお前とこうして歩くのも久々だな。昔は。アンペーター。どうした龍馬。城に登るのは生まれて初めてだ。
見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、豪士はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ。これで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、龍馬。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合子に合子。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おやさん、金の像はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか？ふん、わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。ずいぶん急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝勤王党は500人全員を武装させて城を囲め、上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか？言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただし、その前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ？龍馬、お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああ、そうだか。半平太、筆頭に任命したのはお前か？そうです。何か問題でも？この計画が成功し、老人たちが消えた後、勤王党は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは、坂本龍馬という人間は勤王党の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その3人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おさん、どういうつもりなんですか？二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ？おやっさん！吉田様を。あん
切れ、この者を切り捨て。俺としたことが。そんなことより怪我は。骨はやられてるが、とりあえず大丈夫だ。それより、おやさんはどうなんだ。いや、もう。一体何が起こったんだ。あの覆面の男は誰なんだ。わからねえ。なんでこんなことになったのか。俺らの計画がバレていたってことか。その可能性は高い。あの刺客を送り込んだのは俺らの計画を知った藩の老人連中の誰かだろう。だがおやっさんが殺された今、それが誰なのかは特定できない。あの覆面の男を捕らえればわかるか。多分な。だが兄弟、俺はあの覆面の男を追う。何言ってるんだ。おそらくあの男はすぐに土佐を抜ける。それを追いかけてお前が藩を抜けたりしたら、お前が東洋のおやっさんを殺した犯人ってことにされかねない。どちらにしてもこのままだと俺は犯人にされる。城の連中は俺がおやっさんを殺したと思い込んでいるからな。どの道追われる身だってことだ。龍馬、
龍馬、とにかく城を出よう。早いとこ城下からもう抜けねえと。お手に捕まる。兄弟、龍馬、悪いが俺はここまでみたいだ。あと少し山を下れば阿波だ。追っても藩の外までは追ってこない。お前一人で行け。俺はここに残って役人に事情を説明する。おやっさんを殺したのは俺たちじゃないだな。無駄だ。そんな話が通用する相手じゃねえだろ。そうだろうな。だが俺はお前が生き残れるならそれでいい。兄弟、東洋のおやっさんは死んだが金の音は死んじゃいねえ。土佐を変えるには俺かお前どちらかが生き残って金の塔を率いていくしかねえんだ。だから龍馬、お前は逃げ延びて金の塔を。龍馬、そういうことなら答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならねえ。龍馬、お前、藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟も勤皇党もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ。土佐、おやっさんの意思をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬、おい龍馬、お前どうする気だ。おい、お前が三世吉田東洋様を殺した男やな。神妙にせい。世の人は我を何とも言わばいえ、我がなすこと我のみぞ知る。うん、天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから、うん、だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ。土佐兄弟たちよ、また会いたじゃ。
江戸での剣術修行を終え故郷に戻ってきた坂本龍馬。1年ぶりの土佐で龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った二人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。徳川幕府打倒の根拠とされた。